はいどうも、なおちんです。さあ今日はアーマードコア6をやっていきます。よろしくお願いします。このゲーム、お金稼ぎが結構重要ですよね。で、序盤からできるお金稼ぎの最高率の場所見つけましたのでやっていきたいと思います。序盤での最高率、ここだと思います。戦闘ログ回収ですね。とにかく簡単で速攻で終わる、ここはおすすめですね。早速行ってみましょう。それではスタートしますね。さっき測ったところ、ローディング込みで、3分で終わりました。まずスタートしたら下に飛んでいってください。そうするとここですね、1つ目があります。ログを回収しましょう。で、回収しましたら飛んでこっち側に行きます。そうするとまた、ログがありますので回収していきます。で、ここ回収しましたらさらに先へ進んでいきます。この下ですね、この下にもう一つ、ログがありますので取っていきましょう。雑魚敵は別に倒さなくても OK です。回収しました。で、次真下に降りていく場所がありまして、ここを降りていきます。で、降りたところここにあります。で、敵が出てくるんですけども、まあ、そいつは無視して、先に進みましょう。はい、ゲット。で、この下を通ってここにもう一つあります。取っていきます。で、取りましたらカタパルトに乗って、上へ進んでいきます。ここですね。で、ここでももう一回カタパルト。で、次、右側、こっちに進んでください。そうすると、ここに一つあります。左側から行ってもいいんだけども、右側から行くのをおすすめします。左から行くと、敵が多めに出てきてしまうので、まずは右の、さっき俺が行ったところ、あそこからスタートするといいですね。で、ここでも回収をしましょう。 OK。 で、残り1箇所ですね。ここを回収しておしまいです。ここを回収するときね、敵がワンサが出てくるので、ここは最後に取るようにしましょう。はい、 OK です。これだけ取りますとクリアとなります。ローディング込みで、最初から終わるまで3分間で終わりまして、お金が結構美味しいです。これぐらいお金が入ってきます。めちゃくちゃ簡単なんでね、ここおすすめですよ。1回でだいたい12万ですね。12万お金をゲットすることができます。で、これ3分なので1時間に20回行くことができまして、合計で240万、1時間でゲットすることができます。序盤最高率はおそらくここだと思いますので、序盤のお金稼ぎぜひやってみてください。1時間やって240万ゲットするとある程度の装備は買えると思います。まあ、まずね、そこで装備を入手して先に進んでいくっていうのもいいのではないでしょうか。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。